それでは次のお客様です、大久保和久さん、どうお久しぶりです。お久しぶりでございます。あれですか、あのちょっと3秒いいですか。3秒1エンド2エンド3、これをフランス語で言いますとアンドトワー、任せます。中国語で言いますとイスーピン。あ、そうか。ちょっと出上がった。久しぶりですね。はい、久しぶりですね。ね、どうも。どうですか、一人になって。そうですね、割と今までその二人っていうことで、うん、まあ頼れる部分もあったんですが、うん、一人になりましてね、うん、その頼る部分がない部分ね、うん、人間的に強くなったというか、ああ、ええ、なるほどね。もうやっててすごくやりがいがあるという、あ、そんな感じですね。僕らなんかはほら昔役やってるからずっとグループばっかりでしょ、はい、だからあの一人になった時の怖さというかね、ええ、恐ろしさってやっぱりあるでしょ。どういう時に一番恐ろしいと感じました。そうですね、歌詞を忘れた時とかよく忘れるって本当に。あ、でまあ、あの風邪の時からそれはもう名物の一つと。あ、そうなんですか。だから歌詞を忘れるのはそんな怖くないんですけどね。あ、そうですか。大した人ですね。もう妻恋でも完全に歌詞を忘れて歌ってる方ですから。はあ、やっぱ度胸があるんですね。度胸というかもう割り切って、あれ間違ったから今日は間違ったままでいいみたいな。あ、それがその時の歌だと。あ、だから毎日違わないといけない。ああ、そうそうか。素晴らしい開き直れたと思うんですね。もう開き、今日はあれなんですね、はい、後ろにあのほらバックコーラスの方ですか。あれ、そうですね、お二人も美女を引き連れて、それまたバンドの中にも、あ、全部で3人いらっしゃるんですか、女の人が。そうです。これをね、理由があるんですか。理由は別にないんですが、僕を除いてね、ベース、ギター、ドラムと男3人で、はい、なんかつまんねえんじゃないかと。じゃあその分女の子増やしたらどうかなみたいなのあったんですね。なるほどね。それ話はね、はい、コロコロ変わるんですが、はい、8月25日に LP を、8月25日に、どうもありがとう、In My Life というアルバムを出しまして。 In My Life、 ビートルズ大好きで、ね、それ内容とは大体どんなもの。内容というかもう初めてになったから、うん、今回は割とねいろいろやってみたいっていうのがありまして、バラエティに富んだ。で東京はあの12月なんか3日に、東京のコンサートが12月の3日、はい、日本青年会館で行われますので、一つその方もよろしくお願いします。ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい。最初の曲はじゃあ、じゃあ最初1曲目、In My Life の中から、はい、風紋聴いてください。はい、どうぞ。Thank you.
あのね、今日はね、台風でこっちにね、帰ってくるのにすごく大変でね、新幹線が満員で、もう大変だったところに、京都からね、また高校生の修学旅行がバーッと入ってきてすごかったんでね。でも本当に修学旅行時期にそういう台風があると高校生の人たちが帰そうなんだね。今日来てる人はまだ修学旅行はもう終わったかな、いけないのかな、黙ってんじゃん。でも本当にね、大変だったんだけど、もう台風だけはもう嫌だって感じですね。今日はね、じゃあ少しの時間だけなんあ何を喋ってんだろうね、少しの時間を、楽しんでってください。2曲目いきます。ほのめく。
どうもありがとう。それじゃ8月25日に僕のファーストシングルが出まして、暁に帰る、それを聴いてください。ありがとう。最後に、なりましたが、トパーズ色の街聞いてください。
大久保和久君でした。どうもありがとう。どうもありがとうございました。